とね、セーブした。もうセーブ壊して本体教えて。 OK。 電源がどこにあるんだろう。ごめんなさい、もう一回いきます。これもう一回さっきのなのかな。でスキップできる。これポーズあ、できた、できた、できる、できる。何？セレクト、セレクト、やばい。あ、ゲームを終了するようになっちゃう。すいません、あ、間違えてる。間違えてるよね、ごめんなさい。ないですよ。何を。ででん、今多分セレクトじゃなくてこれを押しちゃいました。あ、じゃあ戻してください。これで、これを押せばいいんですか。はい、大丈夫です。いいですか。はい、ごめんなさい。 OK です。あー、ここだ。あー、でセレクトだね。うん、 OK。 はい、了解です。あ、ここ押しちゃったのか。そう、今多分こう一緒に押しちゃった。真ん中のボタン押した。すいません。じゃあゲーム画面お願いします。すみませんでした。すいません。右腕、右腕じゃあ狙います。ごめんなさい、ごめんなさい。右腕からやっていきます。コマンド右腕。ごめん、てかもう2時間経ってる。早すぎ。早い。カルシ左腕。左腕。あ、待って待って待って、 HP やばい。これ終わったら回復する。回復で、もう死ねないよ。もう待って、マジで死ねない。これで、で、もうで真ん中でいいんだね。真ん中。回復、そっかそっか、再生したらとりあえず手からってことね。で、電源ってどうやって落とすの。OK、で、右腕。あ、そういうこと。アイテムは、うん、じゃあアイテム売らないとお金が手に入んないんだって。なるほどね。どう？じゃあ売ろう後で。うん、壊れた？よし。真ん中、あ、でもだいぶ減ってる。平均。お願い頑張って。お願い。三角ボタンでゲージマックス溜まってなくても攻撃できるらしい。なんだとそれ。三角ボタン。あ、待って、スノーが死にそう。スノーが、え、まだいけるよね。半分、スノーが半分。使う、使うか。オッケー。痛いよ。ちょっと待って。大丈夫。大丈夫、大丈夫。やばい、やばい、やばい。もうね、絶対死ねない戦いがここにあるから。死ねない。強くなってない、さっきよりも。なんかどう今まだ半分以上減ってる。ちょっとほんと皆さんのコメントのおかげだぜこれ。頑張れ。そろそろ再生開始だよね。いい感じ、いい感じ。すごいコメント早かったね。いった。待って。まあ、電源落としてあれ冗談だったんだ。あ、そうなの？そうなの？本気にしてた、本気にしてた。なんか電源ね、あるね、あるのかと思った。答え言っちゃったとかって違った。答え全然答えじゃなかった。よし。あ、ねえねえねえ、もうちょっとだよ、もうちょっと、もうちょっと。いける。これでいけんじゃない今回で。もう一回かな。みんな頑張って。あ、いけるんじゃない。やったー、きたー、やったー。ある刺激波。いやー、一回やらかしましたが。やらかしました、いろいろやらかしました。パニックっていろいろやらかしました。主にロアさん。はい。どうなってんだよ。
じて優しい思い出に浸ってしまう。はい、セーブします本当にこれはセーブします。皆さんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと新規セーブさせていただこうかなこれおめでたいから上書きでよくないですか一番楽なんだもんここが確かに新規セーブが一番楽。そうそう、一番上に来ちゃってるからね。臨海都市どうだろう。11日あ、今の10日過ぎたのか。うん、とっても運命かも。偶然でしょ、探そうよ。悪い。またね。一足遅かったね。彼女いつもの場所で待ってるってさ。お悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？願い事は？明日、お姉ちゃんに全部言えますようにって。うん、怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよな。あ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時、ついでにな。こういうの詳しくないから、気に入るといいけど。があっても俺がついてる、永遠についてる。だからその俺と結婚してください。うん、やばい。はい、やったー。やったー。やばい。先生やばいっす先生やばいっす先生やばいっす。いやキュンキュンしちゃったね。伝説の通りだ、願いが叶った。さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん？お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。
からは姉さんか。見入ってるよね、本当に優しく。コメントの通り見入ってました。いやいいシーンだったな、このイベントシーン本当に。あれ、じゃあ一番下にしとこうかな。はい、いいシーンだ本当に。いやよかった、映画見てるみたいだった、ね、本当に書いてあるけどエンディング見みたいだもんね、本当、うんね、良すぎて、あもうハッピーエンドだ、もう帰ろうかみたいなまだ今だ2時間違う始まったばっかだった。まだセラ、なんだよこれ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて湖ごと結晶だと。何がどうなってんだ、ファルシの力か。俺たちは一体どうやってここに。私が知るか。生きてる、どうして。セラだ、あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。危ない、姉さん。うわ、すごい、あ、すげえ。え、あった。うん、なんだよ今の。魔法だよ。おお、ルシの力だ。おお、ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。そういうことか。魔法使えるよ。よし、やってこう。オプティマシステムチュートリアル。はい、聞きます。オプティマとはバトルの状況に合わせてメンバーの役割を変更し戦いを有利に進めるシステムです。バトル中それぞれのメンバーは役割分担として戦います。この役割のことをロールと呼びます。ロールは固定ではなく、オプティマを変更すると一瞬で別のロールになって戦い方が変わります。オプティマの変更は L1 で行います。いつでも 何度でも制限なく L1 で変更できます。はい、オプティマメニューを開いてみましょう。じゃあやってみます。あれ、L1、はい、
メニューを開くとメンバーのロールで確認、ロールを確認できます。ロールを変えると行動パターンでなく使用するアビリティまで変更します。変化します。オプティマには攻撃番組の攻撃重視のロールロールが揃った攻撃型や防御回復重視のロールを含めた防御型といった種類があります。状況に合わせてオプティマを変えるのがポイントです。方向キーの上下でカーソルを合わせると各オプティマのロール組み合わせや特徴を比較できます。難しいな。現在選択されているラッシュアサルトは敵一体に集中攻撃をしてチェーンダメージを上げさらにブレイクを狙うオプティマです。攻撃力が高いアタッカーが狙った敵にプラスターをが連続で攻撃しチェーンをつなげます。このままラッシュアサルトで戦う場合は×でメニューを閉じます。オプティマを壁たい場合は方向キーで選んで丸です。オプティマを駆使して敵を倒してください。やばい、コンタクトがそう、本当コンタクトのせいじゃない。でもずっと目細めてるはず。何、味方がダメージを受けました。 L1 でメニューを開いて防御重視のオプティマに切り替えてみましょう。ピーチの時は勝利への決意がおすすめです。 OK、 勝利の決意にオプティマチェンジするとスノーのロールがディフェンダーに変わり防御力が上がり敵の攻撃を引きつけて味方を守ります。バニラのロールはヒーラーに代わり回復に専念し HP 減った仲間をケアルで治療します。ダメージが回復したらまたオプティマを変更してフラッシュアサルトに戻してもいいでしょう。なるほど、 OK、 これは使っていきたいね。はい、これだね。うん、これが防御重視ね。ディフェンスで防御重視でとりあえずいってみよう。これであれじゃない、ポーションってなんだっけ、そうそう、で回復したら攻撃重視のに変えればいいんだ。今回復してるか、うん、OK、 じゃあこの後に L1、 これに任せない、 OK、 L1 でラッシュアサルト、私になるのよ。さあ、いいこれかなりやりやすくなった、うん、これはいいぞ、うん、かなり、なるほどね。腕すごいね、うん、うん、本当にルシーなんだならしいな。お前は、全員ルシカ。なんで僕が、僕は関係ないのに、あんたらがファルシなんかに手を出すから、僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕のあんたもセラも迷惑なんだよ。おい、大丈夫だからね、ほら立って行こう。優しいね、バニラちゃんは、うん、いいお姉さんだよね。ルシカ、おう、みんな仲良く古墳の敵ってわけだ。ここから戦闘が楽しくなるってみんな言ってるけど、楽しそう。だってさっきの楽しかったもんね、うん、ここからだいぶ変わってくるのかな、うん、使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命つうのはああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。ああ、まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか？
はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか、ラグナロク。全員同じものを見て、同じ声を聞いた。あれが使命でも、あんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシはコクーンの敵だとなれば、使命はコクーンを守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん、どうしてかな。ゼラが言ったろ、一緒にやろう、力を合わせて戦うんだ。ゼラを探すぞ、きっとこの近くだ。あ、私も探すよ。待って。たく、落ち着きのねえ野郎だ。能力を成長させて新たなアビリティを覚えたり、物理、魔法攻撃や最大ヒットポイントといったパラメーターを強化したりできます。うん、キャラクターが、うん、ごめんメインメニューはできます。開いてください。はい、クリスタリウムが追加された。方向の上下で選択、これだ。クリスタリ、クリスタリ、誰を成長させるかだって。まるでライトニングを選んでくださいって。あ、書いてある。うん、はい。成長はロールごとに行います。うーん、これ難しい。現在ライトニングはアタッカーとブラスターのロールを成長させられます。方向キーの上下で選択、まるでアタッカーを選んでください。うーん、 OK。 カーソルが示すルインのクリスタルが輝いています。輝いているクリスタルはすでに入手した能力です。うん、ライトニングはバトル中ロールがアタッカーの時に攻撃魔法アビリティルインを使えるということです。ルインの隣のクリスタルは光を失っています。これにパワーラインをつないで、輝きを取り戻すと、ライトニングはクリスタルを習得して成長します。パワーラインは魔竜を押し続けることで進みますが、その際には画面右上に表示されたクリスタルポイント CP を消費します。つまり成長するには CP の必要が必要ということです。あ、これがレベルみたいなものらしいね。うん、CP なんだね。では実際に成長させてみましょう。丸を押すと CP を消費してパワーラインが進んでいきます。ルインから次のクリスタルに届くまで丸を押し続けてください。いい？うん、丸を押し続けてくださるよね。ルインから次、 OK、 こういうことか。おお、クリスタル物理プラス4を取得しました。ライトニングのパワーメーター、物理攻撃が4アップします。覚えたアビリティはそのロールの時しか使わない専用技ですが、物理、魔法攻撃や最大 HP などはロールに関係なく成長します。次にパワーラインのルート選択について説明します。パワーラインは CP が尽きるまで自動的に進みますが、ルートの分岐点では進行が停止します。今取得した物理プラス4の先は多方面に枝分かれしています。分岐点では丸をしながら方向キーでどちらに進むかを選びます。方向を決めてパワーライン、どっちがいいかな。 HP プラス15か、うん、HP プラス20がいいよね。でも20はいいけど、どうなんだろうね、その先のが。どうやって選ぶんだろう。方向を決めてでしょ。決めて、ほら、分かる。全然動かない。え、方向を決めて、それでさ、ちょっと A ボタン押してみて。方向、あ、分かった分かった分かった。そういうことか。どっちに行く。
HP プラス2チェーンスターターとそっちはエンドアスフィル、こっち行こうか。いいよ。で A ボタン流し、あれ開いた。あお、CP が足りなくなったのね。パワーラインが止まりました。さらに成長するには CP を貯める必要があります。 CP はバトルに勝利すると取得できます。何度かバトルして CP が貯まったらクリスタリウムで成長させて新たな力を手に入れましょう。イエスイエス。クリスタリウムで成長させるメンバーを変更するには、うん、L1R1 です。 L1R1 で切り替えて他のメンバーも成長させてみましょう。クリスタリウムによる成長終了する場合は×です。L1 おお、変えられるんだ。へえー、すごい。へえ、じゃあついでにここで交代する。いく？交代する？うん、交代しよう。チェーンジ、あ、やばい、チェーンジ、よいしょ、いい感じ、よいしょ。プレイヤー見とく、イエイ。ハモったハモった。さて、これは誰がいいんだろうな。バニラちゃんってさっきね、コメントでね、書いてあったんだ。早くしろって言っちゃった。行こう、早くしろ、ごめんなさい。ちょっと待って、これ大事でしょ、だってこれ大事だよねって言われてるね。ヒーラー、うん、これヒーラーでしょ。どっちがいいのこれ、わかんない。ヒーラーの方がいいんじゃない。ヒーラーでいいよね、うん、強いし。違うって言われたらどうしよう、うん、あれ OK、 ケアル、うん、そこだね。 HP30 にした方がいいんじゃない。これにしようか。これ時間かかるね、意外と、うん、あー長押しか、うん、魔法、あー CP ない。じゃあ終わりだ。次、いけいけ、待って、もうない。あ、まあ、いっか、行ってしまえ、行ってしまえ。プレイヤー交代、ファイト。痛い痛い、刺さないで刺さないで、ちょっとごめん、本当に頼むわ。セーブ本当ごめんびっくりしたわ、こうやろうと思った。あ、待って、うわ、ここここ見とくね。あれ、こんな感じか。はい、あ、こっちか、こっちです。セーブした。ショップはいいよね。あ、敵いた。あ、無視が、無視しよう。痛い痛い、結構敵多いな。こんなに無視しちゃっていいのかな。あ、でもこっから、この辺から経験値が入るってコメントが。あ、そうじゃん、あんま無視しない方がいいね。そうだね、ちょっと頑張ろう。次からどんどんかかってくいや、戦おうか、ね、どんどん行こう。え、もう戦ってんだけど、一人で勝手に。早いよ、スノー先生、ちょっと頼むわ。やっつけるんだよ、ラグナロクを。俺らがルシーになったのは、あれを倒してコクーンを守るためだ。だから、なんでそうなるんだよ。セラだ。コクーンを守れって言って、セラはクリスタルになった。クリスタルになったってことは、使命を果たしたんだ。コクーンを守るのが使命ってこと。セラも俺たちも同じファルシにルシーにされた。じゃあ使命も一緒に決まってる。俺たちは世界を守るルシで、ラグナロクと戦うんだ。筋が通るだろう。通ってねえよ、グダグダじゃねえか。パルスのファルシはコクーンの敵で、俺たちルシはその手先だ。多分使命は守るの逆さ。じゃあセラも敵だってのか。俺は認めねえぞ。この力でコクーンを守ろう。一緒に戦って使命を果たす。何が使命だ。ファルシがセラを奪ったのに、その命令に従うのか。お前はファルシの道具か。両手を頭の後ろで組め。バージの生き残りだな。さあな。貴様。素人が。会長様、動くな。
マンドシステム、チュートリアルですね。コマンドを手動で入力する方法と ATB ゲージの途中で実行する方法を説明します。はい、手動で入力するにはまずメニューでコマンドを選びます。入力できるコマンドの一覧が表示されるので方向キーの上下で選び丸でセットします。各コマンドの説明は画面上部に表示されます。では実際に手動でコマンドを入力しましょう。コマンド、ライトニングはルシとなったことで ATB ゲージの最大値が上がり、連続してコマンドを実行できる回数が2回から3回に増えています。 ATB 最大値が上がったためゲージが溜まるまでに時間がかかるようになりました。ですがゲージが溜まる途中でも行動できます。その場合は三角を用います。ゲージの余りは次に入力するコマンドに回ります。コマンド括弧の横の数値はATB の消費量です。強力な技ほど ATB の消費量が多くなります。ゲージいっぱいまでコマンドを入力しましょう。よし、どれにしよう。魔法ダメージにしよう。ルイン使ってみる。 OK。 でもこっちも使ってみる。コマンドで手動入力するときは ATB 消費量を確認しながらコマンドの組み合わせや順番を自由に設定できます。コマンドによってチェーンボーナスが変わるので、いろいろな組み合わせを試してみましょう。チェーンボーナスが変わる。うわ、強っ。めっちゃ強い。エアブラスト。何が強いんだろう。いろいろ試さなきゃ分かんないね。うん。コマンド使ってこう。ルイン、エリアブラスト。エリアブラストが2個使うんだね。うん、ルインを3回やった方がいいのかな。どっちの方が強いんだろう。一人のなんか簡単に済んだったら、そうってなって。意外ともろかったな。こいつらサイコムだろ。戦闘超派手だったね、うん、エリート部隊じゃないのか。サイコムはパルスとの戦いが専門だからな。戦争なんて何百年もねえだろ。経験ゼロの連中が高い武器ぶん回してるだけさ。特務機関の人間より普通の軍人さんの方が地味な任務で鍛えてらっしゃると。俺たちルシの敵じゃねえわけ。図に乗るな。下っ端は脳なしでもサイコムの精鋭は化け物だ。そいつらが出てくれば終わりだ。だったら逃げようよね。おい、うん、父ちゃんどうしたもんやらだ。なるほど。エリアブラストは範囲攻撃なのでまとまった敵を狙うという感じです。じゃとりあえずルインでいいのかな。うん、単体はもうとりあえずルイン。単体はルインね。オッケー、うん、いくぜ。あ、なんかね、単体にエアブラストは逆に良くない、効率良くない。そうなんだ。まあそうか、そりゃそうか。なんかね、倒していった方がいいみたいなので倒していきますね。どんどんコマンド、あ、ルインの方がいいのかな、戦うより。でもこれだったらさ、いっぱい敵がいるからまとまってエリアブラストじゃない。そっか。コマンド、エリアブラスト、ルイン、ブレイク、いけ。いや難しいな、これ普通に攻撃しない方がいいのかな。ルインの方がいいのか。ルインじゃない。あ、ブレイクなってる。いけ。あ、バニラが結構減ってる。やばいね。あ、やばい、これ使ってなかった。勝利への決意に。これ今これで回復、うん、回復してくれるはず。あ、してるしてるしてる、うん、よしよし。あ、でもいらなかったかな、あんまり。でも安心するね、防御高い方が、うん、いや、ヒーラーいて超助かるわ、うん、まだ連打しても OK だって。あ、そうなんだ。うん、初めは戦闘は丸ボタン連打してれば勝てる。オッケー。あ、ルインは剣が届かない敵に有効だと思います。剣、あ、戦うんだよね。そう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 、なるほどね。あ、変な敵いる。あ、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 やばい、やばい、やばい。いける？奇襲攻撃って難しくない？奇
気づかれないように全然できないんだけど。これで数がいっぱいいるからエリアブラストで、うん、気持ちいい。なんかうわーって感じね。あ、待って、やばいよ、やばいよ、ライトニング。あ、ちょっと待って、待って、やばいやばい、待って、危なー、危なー、あ、待って、死ぬんだ。あ、死んでる、死んだ、死んでる、やれるか。嘘、死んだ、死んでる。私だけじゃなかったまさかのここでだよ。じゃないよね。またこれさっきみたいなんじゃない。リスタート。あっちゃーやってしもた。まさかのまさかのこの敵。雑魚で雑魚で雑魚でゲームオーバーになるとは。その雑魚にやられる。ここからここから行けんの？あ、やった。やっちまったー。危なー。だってさこれ。あ、焦せる。待って、あ、これ勝利の決意に気にしとこう。ねえねえ、あ、ねえねえねえ、アイテム取ってほ行った方がいいよ。だってアイテムどこにあんの。あ、多分忘れてんだよ。どっかあった、あったんじゃないか。やば、アイテムあんの。ありがとう。ありがとうございます。やっちゃったね、ほんとあーって言われた。ほんと、いやとりあえずまだ戦う連打でいいんだね。そう。じゃあ私ちょっと HP 集中してるわ。うん、してアイテムどこだ。あ、ヒーラー2人も作っておけばなんか作れる。ヒーラー、へえ、ヒーラー作れるんだ。オッケーオッケー。すごい、コメント読みながらのね。そうそう、集中してください。いや、丸連打でいいって言うからさ、丸とりあえず連打しながらちょっとコメント見てるんで。さっきそれで死んじゃったんだから。いや、大丈夫大丈夫、勝利の決意になってから大丈夫。あ、余裕。そうそうそう、ヒーラーいるから。あ、ヒーラーいる、さすがです。マップ見て、マップ見て、あ、マップにアイテムマップに書いてある。あ、本当に行こう。セレクト丸い浮いてる丸い浮いてるやつだ。あ、そういうこと。スモークとか全部いるのが、それだとお金なんだから。へー、あ、音がするんだ、アイテムが近くにあると。でね、防御がさ高いとやっぱあれなんじゃない、攻撃が弱いからさ変えた方がいい。そうだね、変え。敵の弱点見える。うそどこ見えた。炎じゃん、なんか炎。 R1 押したら見れた。へえ、どういうこと。なるほどね。へえ、なるほどね。硬いな、うん、やっぱあれ変えた方がいいよ。変えた変えた変えた。来た、でもあと1匹でしょ。いい感じ。これは難しい。 1やばいじゃん。ちょっとひどい。これは星1つよし。あ、で丸浮いてるやつどれ。赤いのじゃないの、あの。違う、赤いのって敵じゃないの。あれ敵、あの丸いの。これ、あ、違う、あれ全然わからん。あ、敵、敵か、敵じゃん。あ、あったじゃん。あったそういうこと。丸浮いてるやつ。ちょっと先にアイテムいただこうかな。なんか今、奇襲いけた気がしたけど。あ、いけた。CP でこまめにレベルアップ。いけ、あ、やばい。状況に応じてロール変えないと。やっぱそうなんだ。そっか、とりあえず回復。あー、なるほど、ラッシュアサルトにしてる。頑張る、ありがとうございます。すいません、初見。ありがとうございます、頑張ります。初見だからね、グダグダかもしれないけど、ね、頑張ろうね。コマンド、ルイン、ルイン、ルイン。こんばんは、いらっしゃい。あ、やば、やばい、あ、やばい。死んだ、ギリギリ。危ない、
危ねー。このオプティマチェンジ超重要。重要、これ重要。ちょっと ありがとう、バニラちゃん。いいんじゃない。バニラちゃんナイス。ナイスだわ。バニラちゃん超好きなの。よしよしよし。で、ケアルで回復したからラッシュアサルトに変える。なるほど、先に敵を倒さないとアイテムって取れないんだって。ああいうとこにある。あ、そういうこと。なるほどね、守ってんだね。頑張ります、ありがとうございます。ローリーのゲット。ガンガン落とった方が放送的にあり。そうだよね。そうですか。そうだよね。そういうフォロー、ありがとうございます。ルインは弱いのか。見つかったらアイテム食べない。あ、じゃあとりあえずとりあえず攻撃で普通に、向かうところ敵なし、向かうところ敵なし。やばいよ。あ、ちょっと上がった。ちょっと上がったけど、もうさっきの5は夢のようだと思う。いや今取れるんだね。よし、なんだろう、シルバーバングル。あ、シルバーバングル、やった。なんか強そう、名前的に。装備、あれ装備かわいいな。誰の装備なんだろう。シルバーバングル。あと、あの、ウロ？あ、なんかいっぱいあるよ。何が？医術の心得って何？あ、これオートセレクトにしよう。わかんないから。うん、バランス重視でいいんじゃないか。うん、バランスでいいか。そんな言うほど持ってないからな。まだね。うん、で、この人攻撃重視にして、うん、バニラちゃんは？バニラちゃん防御でいいんじゃない？ヒーラーだから。はい。いいね、変わんない。よし、オッケー。ありがとう。さて、どう？マップにアイテムは表示してないです。だから自分たちで見つけなきゃいけない、ね。見つけなきゃいけないのね。まあ、そりゃそうか。そんな親切なわけないよね。うん、さすがに。行くぜ。ちょっとよく見てなきゃね。本当に。悪いやつね。やばい、あと1時間15分。早い。早っ。ちょっと飛ばしてこうぜ。あ、セーブポイント発見。発見。いいね。よし、どうなんだろうね、ペース的にね。遅いのかな。いや、遅いでしょう。うん、2回死んでるから、ね、ゲームオーバーになってるしね。すいません、ね。まあ、お次の方に頑張っていただこうかと。本当申し訳ない。結構一生懸命やってますが、なんかの縁だろ。お、ちょっとコメント頑張って。自己紹介しねえか。あれ、いけない。俺はスノー・ビリアス。なんで、あれ、お前は。あ、こっちか。ホープ・エストハイム。あ、みんな待ってた。お姉さんは？オーダム治安連隊所属。なんかアイテムどこにあるんだろう。注意してみようね。うん、やっぱ赤いのは敵なんですね。やりきれねえな。ガキを巻き込んじまうなんてよ。チャンネル登録してくれた。ガキどもは俺が守るよ。俺から見りゃお前もガキさ。パルスのファルシに手出したのがケチのつき始めたな。政府に任せとけばよかったか。生まれた時から食い物も水も全部政府のファルシに頼ってきたんだしな。それでもあんたは戦った。あるんだろう、守りたいものが。あったかもな、今頃はよ。あ、よし、行きましょう。初見でこのペースは早いって言ってもらえたので。嘘、頑張ろう。コメントでいただきました。やったぜやったぜやったぜ。やったことある方もいらっしゃると思いますよ、リレーで。アージの生き残りを借りに来たらしいな。アイテム、よし、倒そう。いた、間違えた。死んだよな。頑張ろう。コマンド皆さん応援ありがとう。エリアブラス、あ、そっか、戦うでいいのか。で、回復して、まだ回復しなかった。これ難しいな、戦闘。やばい、私慣れなさそう、これ。超難しいよ。やばいな。とりあえず攻撃、戦うにして。
防御だね。やばいと思ったら防御にするね、うん、おーい、やったね。よし、そう、コメントね、ちょっとラグいんですけど、でも、おい、ね、そんなに、そこまで、ちょっとタイムラグがあるのでね、うん、俺に任せない、片付けてやるよ。クリスタリウムも成長できる。へえ。これ、この青い丸は何なんだろう。青い丸なんだろう。セーブ、あ、通れますよってことか。ああ、そういうことか。さっき取った、取った、取った。攻撃、普通に攻撃する。瞬殺なんだけど。いいね、強。で、神秘どんどんやってった方がいいって。CP、さっきの。ああ、ちょっと見てみる。見てみよう。そろそろ成長させてやって。やるぜ。クリスタリウムだよね。そう。で、クリスタリウムもなんか成長できるらしい。ブラスターって何？なんかレベルアップできるの？アタッカー、うん、強い方がいいね。こっち、そっち、ん、もう一回戻ってでね、これ見てみて、丸プラス進行方向選択、さっきコメントで出てた丸プラス進行方向、ほら左パラメータ、あー、こういうことか。そうそうそう、なるほど、うん、あ、なんか覚えた、やったー、もういけない、いける、あ、いける、もう一個いけない、もう無理か、あ、もういけない、ちょっと違う人いく、CP ない、うん、ファンになっちゃうんだ、ヒーラー、ヒーラー、ヒーラーガンガン上げていこうよ、上げちゃうぜ、上げよう、物理、え、物理いらないんじゃないかな、まあ、あ、ちょっといいやってくれてるんじゃない、うん、まあいいや、これで、で、スノーさん、スノーさん、あ、スノーさっきやってない気がするこの人ディフェンダーの方がいいのかな、いや、アタッカーでいいよね、アタッカーでいいと思う、攻撃、強化タイム来た、これ物理、物理とヒットポイント、物理攻撃上げようか、この人だって攻撃重視だもんね、そうだね、よし、で、でヒットポイントでしょ、あ、これで上がんないかも、次の人のためにもレベルアップ、そうだよね、やんなきゃ、そうね、ねえねえねえ、青いのは仲間だって、赤い敵が、仲間か、そう、門の、門なのかと思った、赤い丸は敵で、青いのが仲間です、なるほどね、楽しいよ、めっちゃ楽しい、楽しいです、80時間みんなやってるのでぜひ見てくださいね、よし、オプティマ増やして、オプティマ、どうやって増やすんだろう、あ、敵かこれ、あ、気づかれた、奇襲かけろ、奇襲、奇襲はね、難しい、とりあえず攻撃、うん、ガンガンいっちゃおう、止めちゃおう、早い、早っ、超早い、なんか急に強くなった気がする、やっぱレベルアップ重要なんだよね、うん、残り約1時間ですよ、皆さん盛り上がっていきましょう、早い、ほんと早い ね、マジシャンサイン、あ、武器じゃないこれ、誰のだろう、なんかマジシャンだからそうかなと思った、防御重視、あれあれ止まらない、そうなの、バランス重視、じゃあいいのかな、いく、どんどん、待って、アイテム見てみる、戦闘アイテム、武器、あ、武器じゃないのか、今なんか違うのかも、あ、アクセサリーだ、魔法攻撃プラス20、あ、これはつけたいよね、あれ、バニラちゃん、バニラちゃんの装備、アクセサリー、あれ、どうやって、下、これか、それだね、あ、防御重視にしてるからか、攻撃重視にするとなるのか、いいんじゃない、よし、まあいいや、これでいこう、あれ、スノーマド200あったのに、あれ、本当に、え、スノーマド CP 残ってるって、あ、本当、なかなかすいません、すいません、なんか残りの CP でどっ、あ、あそこに書いてあるのか、どこ、右、右の、あー、ほんとだ、でもさ、防御も上げた方がいいよね、うん、上げとこうじゃん、これ、ぐちゃぐちゃに上げてさ、うん、次の人困んないかな、大丈夫これ、そうだね、ちょっと大丈夫、ちょっと、うん、糸も多分進めた方がいいかな、ここ、アクセサリーは全キャラ共通？あ、そうなのか。
攻撃のタイプを変えるやつ、ヒーラーとかブラスターの組み合わせ頑張って、あーへー、まあいいか、とりあえずこれ上げちまえ、うん、エリアバリアとかもあるじゃん。え、でもこの人魔法はあんまり意味ないんじゃないの、うん、覚えちゃったけど、うん、あともう100、あと169あるから、ディフェンダーじゃなくてさ、いや、アタック上げようよ。ポイント上がった。まだまだいける。129残ってる。次何？もうない。どういうこと？あ、下。あれ、今アタッカーじゃないのにすればいいんだよ。ん？バツ押して。で、ブラスターとか。ブラスター。うん。うん。これヒットポイント上げたよね。もう一回いけんじゃない？あとどっちにしよう。夢だったのさ、夢だったのさ、見て目が覚めたところ、 目覚めた、目覚めた、覚めた、よし、何もなかった、何もなかった皆さん夢だったんですよ、そう、夢だったんです、夢だったみたいです、みんな起きてあ、もう CP がない、あんまりない、あ、魔法攻撃アップ、あと何が上げられるんだろう、まだ上げられる100、やっと49残ってる、他のやつ言ったらブラスターじゃないの、あ、じゃあもういいんじゃない、あ、ディフェンダーディフェンダー上げよう、ディフェンダー、ちょっと操作よくわかんないこれじゃあ行く、もう上げらんないから、うん、多分動かないから上げらんないってことやね、いた方がいいか、よし、もう行こう、よし、よし、方向こっちで合ってんのかな、仲間が、あ、仲間が、あ、こっちだでも、あれ、悪いのあれ取ったっけ、取った取った取った、え、うわ、すごい、素晴らしい、あ、動きがやばい、あ、セーブポイント、あったあったあった、ナイスです、よし、6にだね、今どこなんだろうね、エリア、うん、気になるね、全体のどのくらいなのか、いや、まだまだでしょ、100分の1くらい、全然、うん、あー、なるほど、49だと足りなかったんだ、あ、ね、みんな夢だったんだぜ、セラ、セラちゃん、セラセラ、すぐ出してやれ、え、ダメでしょ、できたよ、マリよし、セラを置いてくのかよ、サイコムが借りに来る、見つかれば全員くたばる、それでセラが喜ぶのか、お前にセラの気持ちがわかるか、置いてったらわからないままだ、大丈夫だ、敵が来たら俺がみんなを守る、誰も死なせない、この世界を守ってセラも守る、殴られる、守れなかっただろうが、だから助けるんだ、今さら何ができる、何でもだ、どいつもこいつも、素直じゃねえな、置いていきたくねえくせによ、最後
来る。お、うん、あっ、これは。おい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 、する、うん、でもチュートリアル入ってる。あ、本当だ。この敵は大きなヒットポイントを持った強敵です。ブレイクを狙い大ダメージを与えて倒しましょう。攻撃型オプティマラッシュアサルトなどは敵一体に集中攻撃してチェーンボーナスを上げブレイクを狙う戦法です。こちらの攻撃が途切れるとせっかく上げたチェーンボーナスが下がってしまいます。ですからずっとラッシュアサルトで集中攻撃を続けたいところですが、この敵は攻撃力が高いため味方のヒットポイントがどんどん減ってしまうでしょう。味方が大ダメージを受けたら戦闘不能になる前に勝利への決意などヒーラーを含むオプティマに変更して回復すべきです。しかしいつまでも防御的なオプティマにしているとチェーンボーナスが下がりブレイクは困難です。うん、うんうん、その切り替えが大事なんだね、うん、味方のヒットポイントと敵のチェーンゲージの両方に気を配りながら最適なオプティマを選びましょう。まずはアタッカーブラスターが含まれる攻撃型オプティマラッシュアサルトなどでチェーンボーナスを上げる。味方が大ダメージを受けたら防御型オプティマの勝利への決意で回復、ヒットポイント回復が終わったら即座に攻撃型オプティマに戻す。このように素早くオプティマを切り替えてブレイクを目指しましょう。難しいこれ、難しいこれ、ピットク難しいこれ、やばまだいけるまだいける、え、いけるこれ、待って、まだ半分減ってないもん、怖っ、もうさ、ゲージがさ、黄色になると超怖いんだけど、え、だからギリギリまでブラ、怖いよ、チェーン溜めた方がいいんじゃないの。あ、そっか、そう、で、そろそろ耐えるみたいな、やばい、耐えろ耐えろ、耐えて耐えて、死んだ、やばい、超難しい、だと、タイミングタイミング、そんなさ、そんなさ、いつ、いつ、今でしょ、来ました、いやー、リンゴに乗っかってくやば、強っ、これタイミング超むずいね。セレクトだよ、セレクト、あ、セレクトね。列車も落ちてきたんだ。え、どっから、他にもいろいろありそうだ、そんなに遠くないよ、絶対に、うん、あ、そうだよ、それでセレクト、セレクトね、まだ簡単だよって言われてる、まだ簡単だ強いよ、ちょっと待って、スキップ、スキップ、やば、オプティマシステムのチュートリアルはもうスキップしましょう、ね、いけいけ、よし、もうどんどんあれだよ、ガンガンいく、チェーンボーナスを上げてこう、上げてこう、上げてこう、それでゲージが3分の1まで減ったら、そうだね、変えようか、あ、でも違う、今あれだよ、なってる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 、出しなさい、今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 、やばい、しん死んだー、いついつ変えるの、今じゃないんでしょ、今じゃない何ちょっと、どういうこと、待って、私がちょっと頑張ります、 ありがとうございます、ファイトありがとう。